北海道日本ハムファイターズの斎藤佑樹投手と、まあ、最初事務所がこう対談の話が来て、会いたいのはやっぱプロ野球選手とかすごい会いたいわけで、すごい会いたいんだけど、俺の中でこの斎藤佑樹投手っていうのはちょっとすごく微妙なところにあって、やっぱ日ハムに来た超人気者ね、超人気者じゃない、レースのハンカチ王子のそのすごいこう人気者なところのレースではないのね、レースではないないんですけど、レースだ、森花江のハンカチ王子のそのね、あ、むしろタオル地だったもんね、タオル、レースの森花江のハンカチをあの甲子園のマウンド上でポッケから出してたら、むしろストレートに好きですよ、もうその段階から好きですよ、何お前勝負みたいなやつ持ってんのみたいな感じになりますからね。まあそのハンカチ王子として大人気者がそのドラフト1で日ハムに入ってきて、やっぱりハンカチ王子っていうことがすごいクローズアップされてて、で俺のどっかには僕は斎藤佑樹投手が日ハムの選手として好き、プロ野球選手として好きだけども、ハンカチ王子だから好きじゃないからねっていう、その周りのそのハンカチ王子ブーム、ドラフト1位で日ハムに入ったピッチャーだってことでは好きだけども、今年日ハムの選手誰注目しますかっていう時にはハンカチ王子の名前を出すのになんかちょっと抵抗があって、本来のドラフト1位のピッチャーに期待して当たり前なのに、今年こそうぐもり、今年こそうぐもりっていう、なんかちょっとこう曲がった感じがあって、でさらにさ、これまあ北海道で流れてるテレビと、これ北海道でも、ね、ネットされてるから、北海道で流れてるこうテレビで伝わってくる情報と、まあ割とこう東京で流れてる情報と、あとはその、牛糞のろしで出てる情報、俺実は牛糞のろしの読み方知らねえから、ただ煙だと思ってるからその情報は入ってきてないんだけど、その北海道で流れてるもので、今北海道で聞いてる北海道日ハムファンの人がどう思ってるか知らないけど、普通にこう東京で流れてる斎藤佑樹投手のイメージって、俺はなんかいつ見ても、あ、この人心を開いてないなっていう感じがすごいするわけ、なんかクールに物を言って、しかもちょっと上げ足取られるみたいな、その物言いがなんだろうね、まあそれは素直にハンカチ王子を見てる人と俺みたいにちょっと斜めから人気先行のプロ野球選手が何言うのか見てみようかなと思うような見方をすると結構違うと思うんだけど、俺のこのそういうこうフィルターのかかった、あのなんだろうね、廃材置き場にある網戸をすいません、あのこれあのもらっていっていいですか、うちに貼るんでっていうもうすぐ汚いですよ、でもあのないよりマシなんで、この網戸もらっていっていいですかっていうやつが俺の目にはかかってるから、その汚い目線で見てるから、いつもこの斎藤投手っていう人は腹に一物あるのに喋らないし、なんかわかる、その喋んないクール感みたいなのが、まあ本人にも言いましたけど、ちょっといけすかねえなっていうか本人にも言ったのは、なんか自分がインタビューする、そのまあ対談するってなっても、素直に心を話しこう開いて本音で話してくれはしないんだろうな、でまあその時表現で使ったのは、おそらく臭い球を全部カットされる感じなんだろうなっていう、臭い球を全部カットされる、僕がピッチャーね、で向こうがバッターで言うと、どんなその質問を投げ込んでっても上手にカットされて、で当たり障りのないことを言われてフォアボールで終わりっていう引き分けみたいな対談になるのが嫌だなって思うわけ、なんか自分としては俺しか聞けなかった感じとか、なんかそれ初めて知ることとか知りたいわけね、で挑むんだけど、フォアボールで逃げられる可能性ちょいあるなって思って僕は行きましたよって言うんだけど、実際あった斎藤その佑樹投手がめちゃめちゃいいやつっていうか、めちゃめちゃ野球少年なの、めちゃめちゃ野球少年で、最初その対談重視とか、多分あれ写真重視なんだろうな、おそらく斎藤佑樹投手の割と写真が割と重視なんじゃねえかなっていう感じの印象を受けるその対談だったんで、最近やたら写真撮るな、やたら写真撮るんだけど、
まだ写真全部撮り終わってからインタビュー撮りますよっていうやり方なんですね。で、喋りながら撮るとか、終わってから撮るとかいろんなやり方あるんだけど、とにかく写真をいっぱい撮ってから、別室でインタビューを撮りますっていうとこなんだけど、写真めちゃめちゃ撮るんだよね。俺の写真なんか見たかねえけど、斎藤佑樹投手の写真はまあ見たいだろうけど、いや、めちゃめちゃ撮る。で、こういう順番でやられると、俺みたいに、むしろ写真がない方がまだいいよっていう、インタビューを、媒体、インタビューの人は、ね、なんだろう、あと、牛糞のろしはね、写真が作れない、ね。よほど手だれの人は、カフェカプチーノの上に絵描くみたいにしているじゃん。あれで牛糞のろしでうまく絵描くやつはいるのかしらないけど、映像的なものは、俺の主戦場の牛糞のろしではあんまないから。照れずに話そう。このさ、やり方が俺あんま好きじゃないのは、結局会ってるにもかかわらず、インタビューを始められない。で、特にそこにはそのライターさん、まとめてくれるライターさんがいるから、ライターさんは絵に入ってんの変でしょ？僕の前に今座ってるメガネの笑ってる人、こそライターさんだけども、お前が斎藤佑樹投手と俺の間のところに立ってたら、これは俺にしか見えてないのかってなるでしょ。むしろフォトショップでお前だけを消すのおかしいでしょ、どうやったって。で、いたずら心でメガネだけ残されても、メガネの浮いてることが気になっちゃって、斎藤佑樹投手と俺の間に、こうね、青いフレームのメガネが空中に浮いてるので、これどういう仕掛けになってんのになっちゃって、もうなんだかんのやっちゃうから、その人近寄れないわけよ。しかもかなり引きで、神宮の軟式野球場雪積もって、そこのところ二人でベンチに座ってるみたいな絵を遠くから撮るやつをやってるから、でいて、しかもなかなかやめ、この人がさ、なんだろう、もちろん向こうもプロ意識でやってるし、このカメラマンさんが悪い人でも全然なかったんだけどね。だか、なかったんだけども、ものすげえ量撮るよね、写真ね。ものすごい量撮るのよ。で、結局、これ最初の方撮ったやつじゃねみたいな、まあ結局使ったりするんだけど。この間さ、誰もいないんだけど、喋り始められない。結局、喋っちゃうと後でもう一回そのこと繰り返すことになるから、喋り始められないから、なんかちょっとこうどうもみたいな感じになっちゃう。あ、よろしく、今日はお願いしますみたいな感じになっちゃう。で、この挨拶自体はトーンが高い、俺もトーン高くないからさ、向こうも高くないよ。で、この感じにまず、あ、これフォアボールになる可能性結構高えなみたいな、だったら写真を撮ってる最中も、要するに投球練習で荒れ球見せとかねえとみたいな、東尾スタイル、東尾本当はコントロールいいのに、投球練習からわざと抜けてバッターの顔面の方に行く球投げとくんだ、あいつな、あいつだって斎藤佑樹投手に気を使うばかりに、わかる、東尾とリコパパね、リコパパ最低の呼び方だよ、野球ファンの中でリコパパだって。リコパパもしくは石田純一の義理のお父さんっていうか、石田一生との関係が複雑で何て言うのかはよくわからないけども、みたいなやつね、人がいいんだけど、あの人はめちゃめちゃコントロールいいくせに、危険球との組み合わせで投球を組み立てるから、今日乗ってねえなっていう顔して、わざとピッチング練習の時からバッターの方に向けてる抜け球をバンバン投げて、で、結局、で、初球は、それと同じコース投げて、バッターが腰いけたところで、絶妙な外への、ね、組み立てをしていくっていうのが、まあ、その東尾さんなんだけど、まあ、ここからちょっと剛速球見せなきゃと思いながら、まあ、温めなきゃと思いながら、プレートに入って、この人すげえな、もう甲子園であんだけ有名になって、大学より人気者になって、それでもプロに入って、この人すげえなって思った人いますかのかーに食って、イチロー選手です、イチロー選手って始まって、イチロー選手のにどれだけ自分が憧れて、どれだけすごいかっていうね。いや、俺が聞きたいのは、同じピッチャーと、そこなんですっていう、バッター一郎と対戦したことはないです。だけど、キャッチボールを一回したんです。そのキャッチボールをした時に、この世にこんな美しい回転の球があると思わなかった。で、しかも、キャッチボールをプロだよ。プロ、向こうは、だからこれをさ、これ何レベルかあると思う。アマの俺がすごいって分かるレベルと、プロがすごいって分かるレベルって、多分、全然、違うって思うんだけど、そのなんか
甲子園で優勝し、大学で活躍し、ドラフト1位で入ってきて、で、イチロー選手とキャッチボールすると、なんでオーバースローで投げてるのに、あんな低いところからボールがまず出てくるんだろうっていうことを体が驚くんですよ。ね。俺たちの分析で驚くのとちょっとやっぱ違うと思う。だってそんなピッチャーもいっぱいいるでしょ。で、っていうことは俺が今まで会った人の中で、一番球持ちがいいっていう、最後までボールを握って、オーバースロー、完全なオーバースローで投げてるのに、なんであんな低いところから球がまっすぐ上がってくるんだろうってことは、最後の最後までボールを持って離してて、で、またその、どんな遠距離でも正確にボールが入ってきて、で、さらにはその美しい回転って、で、俺らやっぱりその美しい回転ってなっちゃうともう、正直わからないんだよ。それでそのもう、イチロー選手のがどれだけ好きかって話がまあ止まらないわけ。で、向こうがカメラはちょっと撮り終わっちゃったりとか、カメラを、こっちが視線くださいみたいな、喋ってるところ撮り終わっちゃって、視線くださいみたいになってんだけれども、それが、喋りたいっていう。すごくない？もう、その野球の面白い話をしたくてしょうがない。自分がもう野球が好き。この人野球が大好きなんだっていう人で。で、変な話、もうカメラさんのはもう撮れましたよって言ってるところにもかかわらず、で、イチロー選手がどれだけすごいかある程度落ち着いて次質問行こうと思うと、あと山本昌選手です。山本昌選手の凄さです。みたいになっちゃうわけ。で、その感じが、でなんかね、すごい今週すごくそのいろんな人対談した中に爆笑問題田中裕二氏がいるんですけど、俺がびっくりしたんだよってもうぶっちゃけトークで最初なんか斎藤佑樹投手は俺が思うには割と上辺だけでしか話してくれないようなイメージが勝手にあったんだけどさ、あったらすげえ高青年の野球少年がそのままみたいな人でさ、嬉しかったんだよって言ったら、田中さんもインタビューしたことあるんだけど俺印象違うんだよねって言って、なんかテレビの S1 でインタビューしたんだけどずっとニヤニヤしててっていうの、ニヤニヤしててなんかこう変なんだよねっていう話してて、でもそれはつなぎ合わせるとすっげえわかる。あの人多分田中さんとすげえ野球の話したかったと思うんだよね。結局俺らのやってる、その俺らが撮ったのは雑誌だから迂闊で大丈夫なのよ。切れるから。切れるし、その、後で、必ず事務所が目通すから、ここは変なこと言っちゃったねってことに関しては、やっぱり管理されるのよ、ああいうものって。だから、伸び伸びやってるから、もうフルスロットルで話してるじゃん。だけど S1 はカメラ入ってるから、警戒するんだ。それは多分、その大学生の時代とかに覚えたことで、何か変なことがカメラに映った時に上げ足を取られるんじゃないかとか、あと誰かに迷惑をかけるんじゃないかとか、あと自分の思ってるのと違うことかかられるんじゃないかという警戒があると思うね。で、他の割とすごく普通のインタビューの時には冷静な顔してるんだよ。あれは多分モードとしてはちゃんと対応しようっていう、下手した自分のその野球好きすぎておっちょこちょいな自分を出さないようにしてるっていう僕はとこなんだと思う。で、多分田中さんと野球するのの話するのは楽しかったんだと思うんだよ。だからおそらくその中間でニヤニヤしちゃうんだと思うんだよね。俺ん時はもう全開で、もう紙媒体だから。で、まあ、牛群の話で、まあ、そんなに面白くないのに照れでそっちに行くのはとても良くないよね。誤解を生むからね。なんかわかんない。最終的にそれを誰かがツイッターで書いた時に、伊集院ポッケにうんこを入れたまま、その、ハンカチ王子と会ったらしいよみたいな話になるから。ね、まあ、なんだけど。まあ、その、野球好きさみたいな。今肩壊してんの、肩壊してて、今かなり、その落ち着かなきゃならない時期なんだけども、本人が話してて、僕も外から見てる、僕はプロ野球選手に技術論を話すほどのバカじゃないです、だけど外でいろいろインタビューをいろんな人にしてきた中で聞いて印象的だった話をいくつかしたいです。で、しかもそっちは今25、4、5で俺はもう45だから、外から見る側に関してはこんな話を聞いて面白かったですよって話をするのが、山本昌さんが日本シリーズで当時西武の和田選手と対戦した時に、超自分の中で思い通りのコントロールのいい山本昌選手が超思い通りに組み立てられるっていう日で、この和田と対戦する時にすげえなと思ったのは、インコースのボール球から曲がって入ってくる球、ね、ストライクゾーンギリギリに落とし込む球っていうのを見せた上で、次にインコースの同じところから
もうボール1個分曲がらない同じ球種を投げることでそのボール球を打たせるっていう作戦を取ると取ろうと したんだけど、なぜか直感的にその和田に見送られたりとか、もしくは裏を完全に書いたつもりが和田にホームランを打った。それでもう自分では全然納得いかなくて、その和田選手に試合が終わって会う機会があった時に、あの時なぜお前あの球打てたって言ったら、和田選手は、いや、途中まで完全にその山本、細かいことはちょっと僕忘れちゃったけど、途中まで完全に山本昌投手の術中にはまってたけども、山本昌投手が投げる瞬間ぐらいの時に逆だと思ったって、ひらめいた。リードホームランになったんですって言って、俺が思ったのは野球ってそんなにすごいことやってんだっていう、理屈じゃない、理屈の最高峰を、やった上でもう理屈じゃない力で打ち返されたりするんだって思ったんですみたいな話をしたら、斉藤佑樹投手がすごい、山本昌投手本当にすごいって、シャドーピッチングがやりたいだからそれ聞いたことで何かイメージしたちょっとフォームがあるらしいの、やり方があるらしくて、うわー伊集院さん今僕シャドーピッチングがやりたいですって言うのね。もうさ、あんなやつさ、モテるよね、どうやったってモテるに決まってるよそんなの。でいてアホかって言うとアホじゃ全然ないの。ちゃんとしたことも喋るし、もちろんなんか今自分が生まれて初めて肩が痛いっていうことを経験したから、なんかそれに対するやっぱり恐怖もすごいですっていう。でその時に例えば伊集院さんは喉にメスを入れたことがありますかって話、そこが理解できる人なの。ちゃんと頭がいいから、僕らが生まれた頃からそのずっと野球やってきても痛くない肩にメスを入れなきゃならないような時の不安と、じゃあお笑いの人だったら、あの喉にメス入れるとどうなんですかねみたいな話もできる人で、であとなんかそのなんか今の不安さみたいな話もちゃんとする人で、なんかもう帰り道にもうマネージャーのその女のマネージャーの今村っていうのとスタイリストの女のあのハムちゃんっていう二人と一緒に帰るんだけど、二人全然野球興味ないんだけど、もう超かっこいいみたいな感じに、でまあその横にいる伊集院さんの面の超気持ち悪いのせいもあるとは思うんですけどって言ってた。ね、まあその隣にいるやつが豚みてえな顔してるせいも多分あるんだと思うんだけど、豚みてえな顔と心と、心は違いますけども、心は全然豚の心とはちょっと違いますけども、曲ですけども、おとぎ話ギャラクシー。まあ、どっかで自分のラジオを聞いてる人、聞いてくれている人、ね。そこのね、そこの君だよ。そこのメガネにびっしりなぜかひびの入ってる君。ねえ、ああ、俺じゃねえんだ。俺は相手にしてねえのか。いやいや、じゃあ、まあ、俺が今、その、リスナーとして想定してる人は、メガネにびっしりひびが入ってる君と、メガネにびっしりひびの入ってない君ですよ。その二人ですから、まあ、漏れなくっていうことでご勘弁いただきたいんですけれども、ねえ、思いたいのは、俺のこの薄汚れたものの見方みたいなやつに似てる素質を持っててほしいから、なんか俺だけ新聞とかで斉藤佑樹投手のことが書いてあるときに、なんつったらいいのかな、冷たい感じだったりとか、あと新聞の論調っていうのも、その行間になんか調子乗ってんじゃねえぞの論調が俺入ってるような気がする。するから勝手に斉藤佑樹はもしかしたら嫌なやつなんじゃないかってちょっと思ってた節がある。でこれも正直にもう言うけど思ってた節があるんだけど、あ、何なんだろうな、あれがそう変換されるっていうのは、まあ、本人も言ってたけど、それ超フィーバーの中で迂闊なことが言えないっていう感覚は持ってるみたいね。で、その、もう、新聞書いてる人からしても、別に自分が悪く書こうと思ってるんじゃないのに、心を閉じられることによって、何考えてるかわからない感みたいなのを感じたまま多分出してるから、そうなるのかもしんないんだけど、で、本人も、こんな感じを出していいやら悪いやらっていつも思ってるとは言ってたけど、でもなんかね、超野球好きな人で、で、俺多分、参っちゃうなと思うのは、本人ともちょっとその話したんだけど、甲子園の大スターで荒木大輔投手って言って、僕が中学校2年かな ?2 年ぐらいの時に、それこそ早実で、
斉藤由貴投手と同じ双日で甲子園で大人気者になって、で、普通こう、そういう人気者が出てる雑誌の表紙になるっていう時には、それまでは、やっぱり普通、週刊ベースボール、週べとかの表紙になってたわけ。それが、セブンティーンとかの、セブティの表紙に、週べに対してセブティって言わないのね。で、その、表紙に、バーッと出るから超人気になって。でもその時から俺はもう素質として、その人気者、いけすかね、男前、野球すげえうまい、超人気者、多分そこに入ってくるのは、フラットでは入ってないと思う。必ず、ちょっとなんか調子乗ってんじゃないのっていう、え、中2から成長してるんだ俺。でいてヤクルト入るじゃんか。でも荒木大輔が、に対して、男がひれ伏す瞬間っていうか、応援する瞬間っていうのがある。あと、プロ野球選手で言うと他にも PL 学園か桑田が入ってくる。で、入ってきた時のいきさつがいろいろ、清原がすごいこう純真でジャイアンツに入りたかったのに、実は同級生の桑田はジャイアンツと密約ができてたんじゃないかみたいなことで、巨人ファンの人はちょっと別なんだけれども、そうじゃない俺のその、まあ、薄汚れたね、廃材置き場のもう使わなくなった網戸が、の、あの、汚ねえやつが。で、しかももともと使ってたその網戸使ったのは天ぷら屋だからさ、もうギットギットのやつの目の前にこうやって貼っちゃってるから、もううがった目でしか見えてないんだけどね。は、俺は、やっぱり、なんかどっかで、俺は冷静、桑田に対して、桑田投手に対して、チヤホヤじゃねえぞって、まだ見極めてっかんな、みたいな意識があるわけ。でも、その桑田にひれ伏すしかなくなるときって、怪我した後なんだよね、なんか。もう、わかんないんだけど、凄みが出てくるんだよな、あの、荒木大輔が一球もボール投げられなくなる時の、から、復帰して、ヤクルトでまた戻ってきて、で、さらには横浜に行きってなってる荒木大輔や、やっぱりマウンドに桑田帰ってきたっていう、その、バントの処理で失敗して怪我して、でいて、やっと戻ってきたんだけども、まだそのピッチャー前のバントを取りに行くみたいな桑田を見たときに、参りましたっていうか何かわかんないけど、アイドルから凄みみたいなところで、もう、安心して応援できるっていうか。だから、なんかこのターニングポイントなのはその斉藤佑樹が肩治って出てきたらもう超好きになるなって思う。超これ好きになるなっていう感じしてなんかね超よかった。あと本音の話で聞いたのはもう俺それでちょっとこいついいやつだなこの選手すげえなと思ってるからもうこれ聞けるわと思ったんだけどやだよね18歳ぐらいの子がハンカチ王子って言われるの絶対やだよねってそのハンカチってアイテムも王子っていうアイテムも男社会ではバカにされてるよねっていう話にしたらやっぱり18歳の少年は相当嫌だったみたいよ王子ってっていういやほら逆に言うとさ石川遼選手とかそののハニカミ王子とかそれからその斉藤由貴投手のハンカチ王子があった後、今王子って付けられることは、間違いなくバカにしてないけど、間違いなく しっくりしてるけど、俺もやっぱりなんか男社会の野球において、あのネーミング選出って絶対女だと思うんだよね。その、性差を差別する、性差に関して言ってんじゃないの。やっぱり、なんだろうね、そこに関して褒められてない体育会系の野球選手に対して注目することがハンカチであり、そこのキャッチフレーズが王子であるっていうことに関して、嬉しくないよねって思うんだけど。で、たまに私がつけましたみたいなさ、こと言って、俺確かハニカミ王子かなんかを言い出したのは私ですって安藤優子が言ってた気がするんだけど、それどっちか、これはちょっと正確じゃないんだけど、女性キャスターが言ってて、ね、なんかわかんないけど、やっぱ嬉しくなかったっていう、その時もう慣れたらしいで、やっぱりそれは俺と違ってスターとしての道を歩いてるから、そこに関してきちんと悪気で言ってんじゃないってことは消化されてるみたいだけど、やっぱりその10代の頃に必死で戦ってて、ほいでハンカチ出して顔を拭くことに注目される。ね。いや、わかんないけど、アウトロー剛速球王子って言われるんだったら、まあ王子いらねえわ。そこ王子入ってんじゃねえかよ。だけど、そこじゃねえっていうことに関しては、やっぱり本人も戸惑いあったみたい、話もちゃんと、してくれて。で、これ最後の最後ちょっと言おうかどうか迷ってたんだけど、言おうかどうか迷ったんだけど、ちょっともう言えよな。言おうかどうか迷ってたのは、っていうのは、この一連の下りで十分俺は斉藤佑樹投手が好きになったんであって、この後言うことに関して、伊集院それだからひいきして言ってんだろって言われるのが嫌だから迷ったんだけど、この番組聞いてたらしいよ。
最後の最後にその話になったんだけど。ほんで、この話を全部し終わって、もうすごい意気投合した後で、伊集院さんは過激で、超スケベな話とかをすげえしてた印象ですっていう してる印象です。なのにこんな真面目に野球の話を熱く言うんですねっていう話になって、え、どういうことっていう、いや僕ほら僕違います、僕インテリ芸人です、僕インテリ芸人でクイズとか雑学が得意で、これでもういろんな人たちに微笑みかける、もうな頼りがいなら兄貴分みたいなやつじゃないですかねみたいなの俺の意識あんだけど、なんか高校受験の時とかにその塾に行く、その車の中で、塾の帰りに迎えに行くんだし、遅くまで塾に行くから、野球やって塾行って、掃除行ってるらしくて、その中に聞いて、自分は聞きたいって言うけど、お母さんがとにかく聞かせたがらないっていう。で、それが、なんか本人はオールナイトニッポンだってちょっと思ってるんだけど、だからそれが結局年齢合わせてみないと、その後にやった大デカナイトなのかこれなのかはわからないんだけど、ただ、思春期の僕にの前でめちゃくちゃドスケベな話とかしてたじゃないですかって言ってて、親がそこまで聞かせたがらなかったってことはこれじゃねえかなってちょっと思うんだよね。